正直に生きることが一番大切だと思ってた。でもそれだけじゃ最近解決できないことがある。話し合いで解決できればそれが一番だと思ってた。でもそれだけじゃダメだって、ウクライナを見てればわかる。話せばわかるなんて昔は思ってたけれど、話してわかる奴らの方が圧倒的に少ない。腹から結論ありきで攻めてきた場合には、こちらも実力行使をせざるを得ないぜ。真心込めて対応すればそれでうまくいくこともあったけど、あうんの呼吸だけじゃ世界じゃ通用しないのさ。肩書きも金もないくせに正論並べているだけで、ラジオで投稿で読まれてもそれが何になるっていうんだ。話せばわかるなんて昔は思ってたけれど、話してわかるやつらの方が圧倒的に少ない。鼻から結論ありきで攻めてきた場合には、こちらの実力行使をせざるを得ないぜ。話せばわかるなんて昔は思ってたけれど、こちらの実力行